世界のジャパンチャンネルへようこそ。海外の人が日本に来て驚くことの一つに挙げられるのは、日本の電車や地下鉄が時間通りに来ること。たった数分の遅れでもきちんとアナウンスがされることに驚く人も多いようです。今回はそんな日本とドイツの鉄道の違いが話題になっていましたので、海外の反応と合わせてご紹介いたします。ドイツは日本よりやや小さい国土に数十万人規模の都市が多数点在しているのが大きな特徴で、人口が首都に集中していないことで鉄道網が網の目のように広がり、都市間特急が等間隔でつながる鉄道大国となりました。ドイツ鉄道の総延長は約3万6千キロと、JR の総延長約2万キロをはるかに超える長さ。ドイツ鉄道は東西統一を機に民営化されましたが、連邦政府が株を 100% 保有しているため、実質は国営企業です。そのためか、評判は決していいとは言えず、ワイズガイズというドイツのアカペラグループによって、暑いし寒いし遅れるし車内は汚いし、とドイツ鉄道への文句を歌い上げた曲ドイツ鉄道が発表されるほどです。近年は特に長距離列車の遅延が常態化しており、ある記事では以前は定時運行率が 80% だったのが 69.8% まで低下していると指摘されました。さらに同じ記事では定時運行率が世界最高レベルであると日本とスイスにも言及されており、特にスイスの旅客鉄道は乗客数、総走行距離、発着時刻の正確さ、事故率の低さで欧州トップに立っていると紹介されています。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。まず半分国営半分民営みたいな状態をやめないとダメじゃない？サービスするって感覚が欠落しているよね。ドイツは政治に対する自動車業界の影響力が強すぎる。もうちょっと鉄道にもお金をかけてほしいよ。ドイツ、日本、スイス、それぞれの鉄道にそれぞれの特徴があるけど、個人的にはこの3カ国ならどこでも素晴らしい鉄道旅ができると思うけどね。東京から京都まで新幹線で行ったことがあるけど、全ての停車駅で誤差は定刻の5秒以内だった。しかもそれは特別なことじゃなくていつも通りってことがすごい。日本の鉄道は車両の清掃、車両や線路の補修、点検、終着駅での車内清掃とか、常に安全で時間に正確に運行できるように取り組んでるからね。スイスは近くにあるから羨望の目で見ちゃうけど、鉄道王国である日本もドイツの模範になるよね。日本の新幹線は時間の正確さもそうだけど、乗客が降りるとゴミなんて一切ないっていうのにびっくりしたな。車掌は車両から離れるときお辞儀をしていたし、なんだか新幹線には日本らしさが詰まってたよ。俺は月曜日になると毎回同じ疑問が頭をよぎる。なんでドイツの鉄道はいつも故障と遅延をするんだってね。正直毎日毎日うんざりだよ。今さら誰が気にするんだよ。ドイツはとっくに片足を後進国に突っ込んでるのに。ドイツの鉄道に不満を言っている人たちはイギリスとかアメリカの鉄道に乗ったことがないんだろうな。海外に行けば自分がどれほど恵まれているのかわかるぞ。しかしなんでドイツ人ってこんな自虐的なんだろう。
日本は遅れても早く発車してもニュースになるくらいだからね。前に BBC でも取り上げられていたよ。日本の新幹線には専用の線路があるんだよ。ドイツとは違って貨物列車が走る線路に乗り入れる必要がないから、それも遅延が少ない理由だろうね。定時通りに運行するには乗客の協力も必要なんだよね。ヨーロッパとかの先進国でも普通に列車や配達の時間は正確じゃないし、遅延が当たり前。イライラするのは日本人だけかもしれない。安全で正確な運行は物事に慎重で緻密で仕事に対してこだわりが強く潔癖症な日本人の特性があると思う。何より大事故を起こすたびにシステムや車両の改変改良に力を注いだ鉄道関連会社の努力の積み重ねだろうな。スイスだってそんな全てがキラキラした国じゃないよ。こっちでも電車の遅れ故障はある。そして日本と比べてはダメ。あそこは別の惑星みたいなものだから。日本は毎日のように地震があるにもかかわらず、鉄道は時間に正確で信頼性が高い。本当に別の惑星のようだね。むしろドイツが別の惑星なのかもよ。他の国は前に進んでいる中で、ドイツはカオスに向かって突っ走っている。以上が海外の人々の反応でした。今回の記事の内容に概ね同意する人が多いようです。また、日本の新幹線の素晴らしさを体感した人のコメントも見られましたね。世界でもトップクラスを誇る日本の鉄道の定時運行率。しかし、ヨーロッパの主要鉄道を見てみると、やはり 90% 前後の実績は誇っており、数字だけを見ると大差がないように見えます。ところが、実はポイントは定時運行率の定義なのです。そこまで掘り下げると、日本と世界には歴然とした差があるのがわかります。日本の鉄道では1分以上の遅れは遅延扱いになりますが、欧米の鉄道ではその基準が非常に緩いのです。ニューヨーク市交通局では最終駅への到着が5分以上遅れた場合のみ事情聴取を行う対象になり、イギリスでは短距離路線は5分以上、長距離路線では10分以上にならないと遅延とみなされません。それでもスコットランドの寝台列車は8本に1本が10分以上遅れています。ドイツの高速列車のインターシティは10分からが遅れ扱いになり、イタリアの普通列車は15分以上遅れないと定時として扱われます。フランスでは高速鉄道の TGV では14分以上で遅延ですが、在来線の寝台列車はなんと30分以上の遅れでようやく遅延と認められるのです。このように日本よりも基準が緩いヨーロッパでは、もはや電車が遅れることは日常茶飯事。さらに鉄道会社のストライキもびっくりするほど頻繁に起きるので、予約した電車にあらかじめ遅延が予告されている場合などは、その電車に乗らずに返金手続きをしてもらえることもできます。とはいえ、普通に乗っていても遅延した場合は、その遅延の時間によって受けられる返金率が変わってきます。例えばイタリアでは遅延が60分以上の場合の返金率は 25%、120分以上で 50% で、1時間以上遅れないと返金辞退されないのです。フランスにおいては返金の場合はイタリアの返金率と同様ですが、クーポンで返金の場合30分以上で 33%、 120分以上で 66% 分のクーポンをもらえるそうです。ベルギーでは15分以上で 25%、 30分以上で 50%、
60分以上で 50% 返金と他国に比べてベルギーは若干良心的に見えますが、チケットの元の値段がそもそも割高なのです。ちなみに日本は2時間以上遅延になると全額払い戻しだそうですが、自然災害などよっぽどのことがない限りそこまで遅延になることはありませんよね。さて、ヨーロッパの国も様々ありますが、実はその中でもイギリスは鉄道発祥の国と言われています。もちろん日本に負けず劣らずの先進国であるイギリスでも、なぜ電車の遅延が発生するのか検証されていたのでご紹介します。まずは余剰のある人員を置いていないこと。イギリスでの運休・遅延の原因は従業員が少ない、従業員がいないということが大半です。日本だとこういった事態に備えて代わりの乗務員が待機しているようですが、イギリスでは予備の乗務員はいません。そのため遅延の理由として運転手の遅刻、体調不良、トイレで用を足しているため、挙句の果てに運転手がいないのでキャンセルということも日常的に起こります。さらに上下分離方式の構造であること。日本であれば JR 各社が列車運行とインフラ管理を一体管理しているので、故障等への対応が非常に迅速で、優れたメンテナンスも行っています。しかしイギリスは列車運行とインフラ管理が別の会社が執り行うという上下分離方式のため、例えば鉄道会社が線路が老朽化しているので修理をしたいとお願いしても、インフラ管理のネットワークレールが何らかの理由で断ると修理すらままならないのです。実際に故障関連で列車が遅れることも多く、強風や猛暑で電線が切れたり、葉っぱが線路に落ちて運行できないなど、メンテナンス不足によって起こる遅延も多々あります。また乗務員ファーストの文化も関係しているでしょう。日本でも徐々に状況が変わってきているとはいえ、まだまだ大半の企業が企業ファーストだと言われており、生活を犠牲にしてでも仕事に邁進する人は多いのではないでしょうか。しかしイギリスは何より乗務員ファーストで家族ファーストのため、乗務員やその家族にまつわるプライベートなことであっても会社よりそちらを優先します。一方で日本の鉄道レベルが世界一なのは、裏を返せば日本の乗客が1分でも遅れたら激怒するからということにもなります。ハーバード大学ビジネススクールの経済学者であるマイケル・ポーターは、日本のサービスは世界一、なぜなら日本の消費者が世界で一番要求レベルが高いからと話しています。そのことがプレッシャーになり事故を起こしてしまったり、従業員側が心身を壊してしまったら元も子もありません。日本のサービスが世界一優れているというのは誇るべきことですが、その裏で働いている人たちが果たしてそこまでやるべきなのかということは、これからの日本の社会で問われていく問題かもしれません。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。